じゃあ今日は暑い中作業させていただきます。暑いよ今日。なんでこんな時期にしてるんですか。空港からけどみんな暑いを連発しようんだけど、なんかこういいグッズ、ちょっとふくちゃんが熱中症になってるって言って、もうだからしょうがないんですよ。それマスクのせいだと思いますけどね。コンタクト入れとけ。来たよ来たよ、まあ、来たよふくちゃん。あ、何が来ましたか。行くぞ、せーの。何それ、なんか飛んできた。あ、そう、福ちゃんにプレゼントがあるんよ。この暑い中に作業する福ちゃんに、あの福だけに福ちゃんいやいやいやとりあえず開けてください。お、お作業着、ケミモトさんの作業服、作業着、かっこファン付き、うん、今から作業する福ちゃんにちょうどぴったりなものをご用意いただきました。今回です。福ちゃんにファンがついたってこと。そういうこと。そのファンではないですか。まあいいや。ということでケミモトさんから作業着の方をいただきました。今回ですね、まあ、なんかあ、ファン取り外しなん。今回のセットとしまして、作業着とファンが2つ、取扱説明書と USB のケーブルがついてあります。ファン付きの作業着ということで、あの俗に言う空調服っていうやつ。あ、そうですね、うん、じゃあちょっと広げてもらっていいですか。はい、もうすでにめっちゃ汗かいて暑いんですけど、うん、これは暑い汗なのか、早く着させてあげて暑い汗なのか。でもすごい取り付ける穴が、穴が開いてるけど、多分これ外して洗うことができるんですね。着てみて着てみていや、それ意味ない、熱くなるだけでしょ。後ろ後ろ後ろ、穴開いてるだけの服やけ、かっこ悪い後ろ後ろ。あ、でこれあのサイズが L サイズで、色が白なんですけど、はい、でベストタイプですね。あの実はこれかっこいいね。うん、かっこいいですね。あのちゃんと脇が閉まってあのるっていうことは、あ、中に空気がこう溜まるように、溜まるようにだと思います。であの長袖タイプも実はあるんですよ。あの今回は私たちはあのなんていうんですか、バイクとか整備するときに腕とかちゃんともごもごしたのよりはベストの方を選ばせていただきました。で、この付属品なんですけど、これファンとケーブルと取扱説明書で、この白のベストタイプはバッテリーはついてないんですよ。バッテリーついてるものも用意があるそうですので、たまたま私が選んだやつはバッテリーがついてないものなんで、じゃあちょっと取り付けてもらっていいですか。はい。挟むタイプなのこれ、うん、挟むタイプだね。取り付けのところでしっかりと、それ裏表はちゃんと、内側外側は合ってるのそれ。いや反対なんじゃないのね、絶対反対だと思うな私。でも内側の方が、うん、あの出っ張らないの、ないようにつけたくないですか、うん、取扱説明書ちゃんと読んで。はい、はい、うん、合ってないじゃろそれ。でねえ、逆じゃろ普通、ケミモト外出すじゃろみんな間違えないで、ケミモトって書いてる方が外だからね。はい、うん、はい、はい、外側にケミモトさんのロゴを出してくださいね。はい、はい、内側ね、見た見た今、さすが福ちゃん、君本さんのロゴをちゃんとま、うん、っすぐするように、まっすぐするように。私もそれ突っ込もうかと思ったよ。細かいね、細かいね、やっぱりね、すごい。いつか欲しい欲しいと思っとった空調服。あ、そうなん、うん、なんでやっぱ暑いけ、うん、うん、初めて、初です。私も初、なんかこれあの逆にあサーキットで暑い時にこれ回しながら、あ、つけた。取り付け簡単だね。お、ちゃんとロゴが。はい。それぞれにファンにあの電源を差し込んでくださいね。あ、ちゃんと通すところがあるんだね、うん、内側ですよ。アイス面でも入れればいいんですか。あ、いいじゃないそれ。あ、バッテリーは、バッテリーはここ。ここに。はい。これ使って。うん。
これ通さなきゃいけない。あ、そうですね。そんな穴が、うん、あ、各所にあるんですね。ほう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 。作業するのでやっぱガイドがね。ここからかね。こっちはこっちか。あ、じゃあ、いや、ここはバッテリーなんで。スイッチオン。まあ、まずやってみようや、うん、できるかどうか。お、長押しでスタート。緑、あ、ちょっと強くなったぞ。お、もっと強くなった。結構風来るね、うん、あ、ということでお手元のスイッチで風量が3段階になるそうです。直用してみてもいい、うん、結構風来るで。あ、バッテリーは入ってない。だ、バッテリーはポケットの方に。左のポケット、はい。で、しっかりチャックを閉めて風を逃がさないように中に閉じ込めるような感じで着用してもらっていいですか。多分そういう使い方。おお。デブになった。あ、これちなみに今風量 どれぐらい。これが一番低い緑色。あ、本当。え、やってやって。え、で、どれぐらいなるの。これ青いバラ、うん、おー、2段階目。2段階目。え、外作業だったらもうこれで十分だから。え、かなり涼しい。かなり涼しいです。えー、汗が一気に引きました。で、今着用してるあの上着は風通すやつなんだね。これは風通す上着を持ってきました。うん、これ着ててもさっきは暑かったです。この上から今最強。最強。え、ポッケ穴開い、あ、これここから風出るん。あ、出んのんじゃ。なんか通っていきますよ。うすらーっと。あ、うすらっと。うすらっと。こちらもちろん。え、首筋とかどうなん。首筋に風来る、バーっと。あ、首が一番来るかな。首が一番来る。背中、うん、背中と。うん。あ、背中と脇ですね。あー、いいじゃん、うん、よく汗かくとこだからね。一番体冷やしたいとこですね、うん、ここ。確かにここ首も抜けてきて。あ、首やっぱ抜けるようになんかね、うん、なってるっぽいよね。涼しそう。涼しそうに見える。ほんと工事現場の人がこれ着てやってるからね、うん、もうどうなんかなと思ったけどやっぱ涼しいんだね、うん、作業してて邪魔になるかどうかちょっと確かめさせてもらいます。はい、じゃあ頑張ってね。あ、じゃあいかがでしたか。はい、最初1段階目でやって涼しいなと思ってやってたんですけど、はい、まあ涼しかったです。ただこれぐらい暑くなってくるとやっぱ力のいる作業とかしてるとやっぱ汗かくんで、でその時は2段階目に上げる必要があったかなと。ただもう3段階のうちの2段階で日陰だったら十分作業できると思います。おお、素晴らしい、はい、邪魔になるとかは全くないんだ。そうですね、手元の作業だけだったら全然大丈夫だと思います。ああ。